どうみなさんこんにちは、チャバンブの抹茶です、えー。今回はですね、パラリンズ、パッチノートの紹介です。はい。ということで、えー、シーズン5の、えー、パッチノートと、えー、まあその PTS が来ているので、そちらを、えー、お試ししていこうかなと思います。で今回のパッチノートの名前、えー、シーズン5のね、パッチの名前はドゥーノットポストということで、また新チャンピオンが出てくるのかなどうかなみたいな、えー、感じになってます。はい。 で、えっ、ー、と、今回ちょっとパッチノートの見方が特殊で、ちょっとやってみるか、実際に。えー、パラディンズ。パラディンズの公式ホームページから、えー、まあニュース。で、これですね、シーズン5、ドゥーノートポストと書いてありますよね。こちらを、はい、あのー、クリックすると、まあ普段だったらここでパッチノートがバーって出てくるんですが、えー、なんか、アクセプト、リストリクティットとか言って出てきて、何やら怪しげなページに飛ばされますと。 で、えっ、ー、と、今回なんかパスワードを入れないと見れないよみたいなシステムになっていて、パスワードがこれですね。トリビューナル、トリビューナルになってます。はい。で、えー、これで、えー、まさきのね、右側のなんか、書く、な、なんつうんだこれ。大なり小なりの、小なりかな小なりの方選ぶと、えー、こちらのページに来ますと。ま、たイナかもしれん。ちょっと怪しくなってきた。はい。ということなんで、ちょっと今日は、 今日はてか、今回は、えー、シーズン5 Do Not Post のパッチノートを見ながら、まあ実際に PTS チラチラ見ていこうかな、みたいな感じです。はい。で、えっ、ー、と、まあまず一つ目から見ていきましょうか。ちょっと横幅いい感じにしたいな。こんな感じでいいか。これでいいか。えー、頭から見ていくと、えー、シーズン5、スキズムって読むのかなこれは。スキズムと書いてありますね。 で、えー、ニューチャンピオンの情報、センシティブデータなので、まあ、なんか削除されましたみたいな感じのこと書いてありますが、えー、今回、なんとパッチノートで新チャンピオンの情報が載ってません。で、まあ、なんか、リーク情報によるとセブンというチャンピオンが、えー、出てくるよっていうことらしいんですが、まあ、ちょっとこれが今回の実装なのか、また次の、この次、このパッチの次っていう可能性もあるので、えー、わかりませんが、まあ、でもここの、なんかセンシティブデータリダクティット っていうのは多分、そういうことなのかなって思うので、まあ、多分出てくるんじゃないかなと個人的には思ってますが、まあ、別に公式が明言してるわけじゃないので、出てくるかもぐらいに思っていただければいいんじゃないでしょうか。はい。で、えー、新しいイベントパス来ますと。えー、アビスハンターアカデミーということで、なんかアカデミーってことは大学的なね、感じなのかなはい。であ、新スキンが来ますね、イベントパス。こちら、ミーブのスキンになっています。はい。 ミーブのスキンがこんな感じ。なんか、進撃のキ人ジンを思い起こさせるような口の開き方してますが、まあそんな感じですね。で、えー、もう一個の、えー、スキンがレイですね。レイが急延長レイになってます。こんな感じですね。はい。ちょっと実際にイベントパスのところ、じゃあここ覗いてみようか。こんな感じになってますと。これがレイのスキンだね。で、ああ、今あったかな。 こちら、ミーブのスキン。で、またレイのスキンと。で、あ、違う、ミーブのスキンん、レイのスキン、あ、いいのか、ミーブ、ミーブ、レイレイか。ミーブ、ミーブ、レイのスキン、レイのスキン。キンっていう感じですね。はい、そんな内容になってますと。で、えー、ちょっと戻りましょうか。 まこんな感じでスプレーもらえるよ、アバターもらえるよ、これイベントパスですね。えー、ローディングフレーム、ロードフレームもらえるよ、とか、えー、これもスプレーですね。まあ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 、こんな感じでザラザラってもらえるよって感じです。はい。まあ今、さっきイベントパスのとかで見せたものが手に入るよっと。まああのあれですね、400クリスタル使ってイベントパス購入して最後までやれば、えー、今のが全てもらえます。ちょっと無課金だとちょっと一部しかもらえないって感じですね。はい。 で、えー、レアルームのトライアルもあるよと。あー、なるほどね。ええー、はい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 。あ、はい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 。わかりました。はい。で、えっと、僕ちょっと話すかよってたんですけど、シーズン5、いつ来るかなっていうのちょっとふんわりしてて、あの、いつも、あの、いつに出しますって、いつに出ると思いますみたいに言ってるのって、あの、今のイベントパスが残り何日か。 っていうところから逆算して、あ、これぐらいなのかと。これぐらいの時期に、えー、アップデート来るのかなっていうので、いつも喋ってました。あと、パラディンズアップデートは毎回水曜日なので、えー、まあ、その近くの水曜日に出るんだろうなーって感じで、何日に出ますって言ってたんですが、今回ちょっと怪しかったんですが、まあ、ここに書いてありましたね。レロントライアルの1個目が解除されるのが1月26日と書いてあるので、まあ、1月26日にアップデートが来て、まあ、1つ目のレロントライアルできるよって感じですね。はい。26日ちょうど水曜日なので、よさそう。 多分ここで確定でしょう。1月26日アップデーです。はい。で、えっと、なんだね。これはなんだあ、レルモントライアルでもらえるものか。300クリスタル、12万ゴールドとか、イベントパスのレベルとか、スキンブースターとか、MVP ポーズ、スプレイ、スプレー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 アバタースプレースプレーアバタースプレーって感じですね。はい。これかわいい。 で、えー、ここはまあ期間限定モードが来るよって感じか。スーパーランダム。ちょっと、日本語に変えてみるちょっとわかんないから。あー、なるほどね。多分スキルのクールダウンが速くなるのと、そのチャンピオンの移動スピードが上がるよっていう感じのモードが出るのか。なるほど、なるほど。あ、で、ここが、多分セブン来るな、じゃあ。セブン来ますね。ここに書いてあるわ。セブンとカーバスは、えー、外部法廷の運命を決定するために戦いますってことなんで、まあこの近接戦闘っていうモードだと、 クローズ・クォーターズ・コンバットっていうモードだと、新キャラセブンと、えー、カーバスしか選べなくて、で、そこでなんか戦うよみたいな感じなのかな。カーバスのキンセスセントのイメージがあんまりつかないですけど、ナイフ投げしか使えないとか、そんな感じなのかなちょっとわかりませんが。はい、って感じです。で、えっ、ー、と、キンスキン来ます。ピップですね、今回は。ピップだけです。この、このアートで。えっ、ー、と、実際にモデリングのやつをミ見すると、これですね。 ピップくんこんな感じのスキンになってます。かわいい。なんか、黄色のさ、体表がより、なんか、まあ、金色に近くなったね。っていう感じですね。はい。で、ゴールデンピップですと。で、もう一個が、えっと、こちらは、えっと、なんだ。チェストから出てくるものですね。この、このチェストから出てきます。ミス・オブ・レルメル・レ・チェストって書いてありますね。 はい。か、ダイレクトパーチェスなんで、まあ、直接クリスタルを払って購入もできるって感じですね。まあ、お買い得なのはチェストだけどえ、絶対にこれが欲しいっていう、まあ、他のチェストの中身はいらないけど、絶対このスキンだけ欲しいって人は、まあ、直接購入した方が、もしかしたら安く済むかもしれないみたいな感じですね。ま、あ運ですが。はい。アザーンスキンですと。アザーンが、えー、っと、どれだ これか。ダークドレイクスキンなんで、これですね。こちらのスキンになります。ちょっと、なんだ、ワニチックな、デューチックな感じになってますって感じですね。はい。で、もう一個が、えー、シーズンパス2022。次に来ますね。えー、っと、シーズンが1年ごとに新しくなってい、あの、1個ずつ数字が上がっていって、今はシーズン4。で、まあ、次の1月からシーズン5に入ります。それが、えー、シーズンパス2022っていう DLC を買っておくと、その、来年1年。 そうシーズン5で出る新しいチャンピオンがすべて、えー、まあその、なんだろう、解放されるたびに、解放される実装されるたびに無料で解放されるよっていう感じですね。あと追加でスキンが手に入ったりとか、マウントがもらえたりとかします。はい。で、えっ、ー、と、シーズンパス2022買うと、えー、まあ追加で、えー、スキンがもらえます。去年だと、あれかななんかなんちゃらフリアがもらえたよね。名前が出てこないけど。どれだっけあ、これ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 。 ソウルスティーラーフリアと、なんかグリフォンのマウントがもらえた気がする。これかなちょっと記憶、これは記憶怪しいけど、確かこれとフリアだったと思います。がもらえました。シーズンパス2021ですね。で、えー、シーズンパス2022を購入すると、インちゃんなので、しょ。これ、ジュラシック。このスキンですね。インちゃんのこんなスキンが。 もらえるよーっていうのと、この絵ですね。この後で、もう一個がディノダッシュマウントっていう、まあこれは乗り物ですね。乗り物がもらえますと、今見えたやつかな。これだな。これですね。ラプトルみたいな。ちょっと僕あんま恐竜詳しくないからあれですけど、えー、こんな感じの恐竜のマウントに、がもらえます。 で次、コミュニティコンテン,トとコンテンツということで、ちょっとこの辺はなんか条件を満たすとかなのかなちょっと見てみるか。あバレンタイン近くでイベントがあって、このピップのスプレー配布してたり、旧正月、ちょっと旧正月いつだっけこれも2月とかだった気がするけど、ティベの、えー、スプレー、アバターか、がアンロックされたりとか、国際女性では僕ちょっと全然あれなので、知識がないのでわかりませんが、その辺でオクタビアの スプレーアンロックされたりとか、アバター、聖パトリックの日。これももっとわからないけど、えーバリ、バリックのアバターが解放されたりするみたいですね。まあ大体なんか、ボットじゃないモードを2回プレイするとあげるよみたいな感じじゃないかな。普段の感じだと。おそらくだけどね。はい。そんとこかなバレンタインデレー近くでまたイベントあるのかなこの感じだと。で、それで、この、この辺のアバターがもらえるよって感じですね。かわいい。ちょっと、クリエイターの人の名前見えるようにしとこうか、これで。 はい。こんな感じのアバターがあったりします。アッシュめっちゃ可愛くないこのアッシュ。テレアッシュ。可愛い。あとこれキャシーのジグズだよね。鳥だよね、多分。とだけど。キャワワって感じです。はい。で、新しいチェストが来ますよと。えー、これですねで。ここにダークドレックアザーン。先ほどお見せしたアザーンの、えー、スキンが入ってくるよって感じですね。えー、これは、あれか。アップデート直後。1月26日からも実装されるっぽいですね。リリースされるっぽいですね。 まあ、あいろいろ入ってるよって感じですか。で、あと、ファイナルフロンティア。これは2月の9日から実装されるということで、ここにインベーダーピップとか、ええ、こういうのがあってて入るらしいです。うん、うん、うん。次。え、ジェネラリーアップデートということで。えー、っと、こっちの方がわかりやすいのかな。どっちがいいかな。で、ね、えー、っと、シーズン5では、ちょっと新しいゲームモードが追加されるようです。で、えー、っと、 CG P e y o ですね。今、えっと、普段、なんだ、僕が実況で主に出しているのが CG モードでやっているゲームプレイなんですけれども、えっと、要はあれですね。最初にポイントを踏んで、キャプチャーして、キャプチャーするとペイロードが出現して、それを押して、えー、敵まで押したら、まあ、ポイントもらえるみたいな感じで、まあ、4ポイント選手の、まあ、いつもの CG モード。あれが、ちょっと新しくなるというか、別のモード生まれ変わって、生まれ変わって。 まあニューモードとして、えー、ちょっと変わった感じのモードが追加されます。で、元々のものが、元々の CG がなくなるわけじゃないっていう話でしたね、確か。どこに書いてあったっけあ、元々は CG コアっていう名前になりますと。で、ここで見るとわかりやすいかな。えー、ここ右二つですね。既存のが CG で、CG コアって書いてねえな、でも。まぁ、あ、CG、カッコ CG コアで、新しいのが CG ビヨンドっていうモードですね。はい。で、 えっと、うん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 。まあ、ランクマとかは、ランクマではないと。ランクマは多分普段通りの CG モードになるんじゃないかなと思いますと。うんうんうん。で、なんかいくつかお試しじゃないですけど、シーズンかなシーズンかスプリットごとに、えー、なんか機能が入れられて、CG ビヨンドにね、あの、新たな仕様が追加されたりして、えー、まあ、良さげだったらそのまま、 採用。ダメそうだったらちょっと変える。みたいな感じかな。で、一つ目がパッチ、えス,ピスプリット1なので、まあ CGB ンと頭でお試しして、次がパッチ3なんで、スプリット2。で、次が、あ、スプリット3か。スプリット3ス。最後がスプリット5。で、まあ来年本番みたいな感じになるんじゃないかなと思います。はい。で、一つ目が、え、アイテムストア という要素ですねサポートタンクダメージの、えー、なんで、ロールごとに、ダメージに多分、ダメ,ダメージが DPS っていうイメージでフランクとダメージ入ってるのか、そもそもフランクが使えないっていうものになるのか分かりませんが、まさすがに多分統合って感じでしょうね。フランクとダメージ合わせてダメージって呼んでると思いますが、えっ、ー、と、それぞれ、フン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 、ロールごとに選べるアイテムリストと、 えー、全ロール共通で選べるアイテムリストみたいな感じがあるのかなで、うんと、これはステージごとに違うっていう意味なのかなステージごとにえらあの選べるアイテムが違うっていう意味なのかちょっとそこは僕今これでは読み解けてないんですが。ふん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 。ふん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 。まあ、アイテムチュートリアル的な話なのか 新しいプレイヤーが習得しやすくなりますって感じですもんね。このチャンピオンはこのアイテム強いようじゃないですけどおすすめだよみたいな感じで、えー、出てくるのかな。でそこから選びましょうねみたいな感じでしょうかね。で、まあいいや、この辺はちょっと詳しく言ってもあれだから多分やってみて、えー、実際に見てみた方がいいかなと思います。次。えー、新しいシーズンの更新ということでウィローのね、スキンが来ます。これが、えっと、ランクマを 何回かプレイするともらえるよっていうスキンですね。で、100ゲームプレイかなあ、100ゲームに勝つって書いてあるんで、えー、100、ランクまで100勝すると、まあ、シーズン5なんで1年間あるので、1年で100勝すると、えー、こちらのウィロースキンがもらえます。このウィロースキン結構かっこいい。結構良さげでしたね。僕は好みでした。ちなみに、これ。ウィロー。 こんな感じのスキンになってます。ロボットチックだね。はい。で、100ゲームプレイするだけだと、えー、コインでアバターが買えるよって感じか。ちょっと、いや、英語で。インサートコインで名前のアバターか。コインいらないですね。100回プレイするだけで、ランクマ100回プレイするだけでコインが漏れるよって感じですね。で、さらに100回勝つとウィローがもらえる。で、えー、っと、相変わらず、えー、ゴールド以上に、 なると、ランクマがね、えー、下からブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンド、マスター、グランドマスターとあるんですが、ゴールドより上のランクになると、えー、フレームがもらえるよって感じですね。まあ、これは毎回、えー、シーズンの終わり翌シーズンでもらえるのか。翌シーズンの頭でもらえるので、えっと、今、ちょうどシーズン4で、えー、皆さんランクマが潜ったり、まあ別に潜ってない人もいると思いますが、やってると思いますが、ちょっとこの下に出てますが、シーズン4のランクフレームが、この、今回のシーズン5のアップデートともに、もらえますって感じですね。 まあゴールドフレーム。えー、これプラチナダイヤ、マスター、グラマスですかね。ちょっと見づらい、見づらいとか分かりづらい気がしなくもないですが、まあまあまあ、っていう感じでしょうか。まあ、僕は今ダイヤにいるので、これか。これがもらえるよって感じですね。はい。で、えー、コメンデーション。えっ、ー、と、マッチが終わった後に、1日最大10人まで賞賛することができます。なんかチームプレイ、リーダー、スキル。 の3つから選んで賞賛することはできるんですが、えー、それを人からしてもらうと、えっ、ー、と、もらった数に応じて、えー、なんだろう、褒美がもらえますと。で、えっ、ー、と、そのシーズン4か。あれ合ってる。あ、そうだね。シーズン4、今ですね。その1月25までで、えっ、ー、と、500報酬、500賞賛もらった人は、えー、このフレームがもらえます。 これですね。っていう感じです。はい。次。えっ、ー、と。あまたランクマ、あスプリットワンでも、あれか、ランクマで、ランクマを100回プレイすると何々がもらえるよみたいな話をさっきしたと思うんですが、えー、スプリットワンで、えー、ランクマをプレイするともらえるよっていうのもあります。それが、えっ、ー、と、これですね。まずゴールドチェストがもらえます。まあ、スキンとかが手に入るチェストですね。ストアとかから選べる。 えっと、どれだっけこれ、ゴールデンキャッシュ。244個かな最大。まあ、こんな感じで、いろんなスキンがあったりしますと。ウシャンカとか、これビクターかなこういうスキンがあったりするよっていうのから、まあランダムで1個もらえるよっていうチェストですね。で、あこれランクマのページ表示した方がわかりやすいな。あ、今のままだからわかりにくいな。やめとこう。はい。で、えー、25回ランクマをプレイすると、えー、この、 このアバターが、えっと、セブンっていう話でしたね。はい。で、こっからは、えっと、でかい変更です。シーズン5一番でかい変更じゃないかなと思います。というのも、えっと、照射がなくなりますね。デザインとバランスということで。まあ、ここからゲームのねえ、詳しい仕様の変更とかを教えてくれる、書いてあるページになってるんですが、えー、まあ、ヒールとコータライスということで、癒しと照射まあ、ヒールと照射の話になってます。はい。で、まあ 僕の動画を見ていただいたり、まあ多分他に結構パラディンズやってる人の動画とか配信とか見てるとわかるんですが、このゲーム一番強いアイテムが消釈です。でまあ、どれだけ早く消灼積んで敵のヒール阻害して戦うか、みたいなところはあるので、えー、まあとりあえず消灼を買っておこうみたいな話をね、えー、多分いろんな人が言ってるんじゃないかなと思います。で、えー、まああまりにもメタすぎて、あの、絶対消灼を買うのにまあクレジットを使うわけで、まあそれに、 えっと、その分、なんだろう、ビルドの自由度が減ってたんですよね。照射にとりあえず、えっと、250、500だから、で、百五十だか千1500クレジット使わなきゃいけなくなっちゃうので、えっと、まあビルドの自由度がちょっと狭まると、いうことで、えー、まあ簡単に言うと、一言言うと、照灼が、えー、パッシブになります。みんな、全員、敵も味方も全員、えー、同じ照灼を得るって感じですね。 で、まあどんなルールかっていうと、えっと、初期値が25%、25%照射で、なんで、えっと、照射効果入ってると、初期値の状態だと、1000ヒールするチャンピオンがいて、まあ1000ヒールかなまあフリアの右くりみたいな感じでえ、1000ヒール入れると、まあコータライズ入ってると、入ってるとっていうのかなえー、まあ最初の当たり合いで、えぇ、ー、入ってると、えー、1000から250ヒート、750ヒールになるよみたいな感じです。 で、えっ、ー、と、それがちょっと時間ごとなのか、時間ごとかなでもこれ時間ごとな気がしてきたな。なんか、まだこれ詳しく出て、出てないっていうか僕触れてないのでわからないんですが、照射区が、こう、1秒ごとにっていうのかなこう、時間が経過するごとに、こう、増えていくか、それとも、 CG モードとかだと、こう、ラウンド1、ラウンド2、ラウンド3みたいな感じで、えー、ま、区切れがあるので、そのタイミングで、え追加されていくのかどっちかなって思ってたんですけど、パッシブになるんだったら多分チームデスマッチとか、えっと、襲撃とかにも入ってくるんで、で、あの辺の刺激もチームデスマッチも、あの、ラウンドっていう概念がないので、多分時間ごとに勝手に増えていくんじゃないかなと思いますと。で、25%から徐々に増えていって、マックス90%まで。 えー、いくという感じですね。90%までいくと、えっと、1000ヒール、味方にぶつ、上げても、え、100しか回復、実際には回復しないという感じですね。そういう感じになりますと。はい。まあ、なんで、えー、っと、なんでも何もないな。まあ、アイテムから、えー、消釈がなくなりますっていうのと、まあ、消釈はパッシブになるので、まあ、別になんか消灼を積むことを考えなくてよくなるって感じですね。まあ、その代わり、全チャンピオンが消灼を持つので、 まあ、なるべく通常攻撃、当てれるときは敵に当ててあげて、照射区を敵に当てて、えー、敵のヒーローを阻害するような動きが、えー、意識が必要になるんじゃないかなって感じですね。はい。そんな感じかな。はい。で、えっと、照射区がアイテムからなくなったということで、一、えー、つアイテムスロットが空くわけですね。合計 4×4 か,かな。今、16個のアイテムがあると思うんですが、その照射区の代わりに、プロビジョンというアイテムが、 追加されますちょっと日本名が何になるか分かりませんがで、えー、お金金額は勝者と同じだね250500750となってますとでえっ、ー、とまあどんな内容かというと敵を、えー、エリミネーションなので切るまたはアシストしたタイミングで、えー、と自分の弾薬の 15%30%45% まあこれはティアによりますね 15%30%45% の弾,を弾薬を回復します なんで、例えば、えー、なんだ。ラームってどんくらいやったっけまあ、100発としようか。ラッカスとかは100発ぐらいだっけ ?50 だっけちょっともう記憶が何もないですが。うーん、まあまあまあいいや。ラームを100発撃てるキャラだったとして、えー、敵の、敵を、まあアシストしました。まあキルでもいいんですけど。 そうなってて、えっと、例えば50発打ち切ったタイミングで100から50発、なんで残り50発のタイミングで、えー、敵をエリミネーションまたはキルしたら、えー、まあそこで4%、8%、12%なんで、えー、まあ4発、または8発、または12発、あのー、増えるわけですね。なんで54発か58発か、ま六、あ、62発か、えー、になると。まあ若干増えるよ、みたいな感じかな。 パーセンテージが若干低い気がしなく、あ、ごめんなさい、上だった。ずれてましたね、見てる場所が。ラムの話をまたすると、えー、っと、見てる場所が違ったので、えー、50発打ち切ったタイミングで切るまたは、あ失踪すると、えー、15発、30発、45発もらえるよって感じですね。あ別に、結構そこそこあるのか。3まで積めば、えー、っと、半分ぐらい増えて、あのー、返ってくるので、 なんで、自分の弾数の半分で敵を殺せるなら、これ積んでれば永遠に敵を殺せるよみたいな感じかなと思います。はい。まあ、これはでもあれかな。あの、器用な手と一緒で、あの、リロードのないチャンピオンは、さすがに買えないもの,だものですね。ヤコラスとか、ミーブとか、ああいう子たちは買えないと思います。でもヤコラス買えてもおかしくなさそうだけど、まあ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 、まあ、ちょっとそこは、実際見てみないとわからないって感じですね。 はい。で、えっ、ー、と、アイテムのバフが来ます。ベテラン。えっ、ー、と、最大 HP の、えー、上限を上げる。最大 HP を、まあ、パーセ割合でね、えー、上限を上げる、えー、アイテムになってます。今4%、8%、12%だったのが、次1%ずつ増え、1%かな増えて5、10、15という感じになってます。美味しいですね。で、あとは、えっ、ー、と、レジブネイトなので、活性化かな活性化。えっ、ー、と、味方から受けるヒールの 量を、パーセンテージを増やします。パーセンテージ、ます、あ、そね。うん。で、このアイテム唯一消臭になんか対抗できるということで、えっ、ー、と、もしかしたら買う人増えるかもしれないし、ちょっとそれはわかりませんが。えパ、ー、62、18%だったのが、これも1ずつ増えて74、21って感じですね。ずつ増えてます。はい。で、ここからチャンピオンの調整。えっ、ー、と、アザーンの、えっ、ー、と、 タレントこれエターナルだと思うんだけどな、今。どんな表記になってたっけでも、パーシスセンスって書いてあるなちょっと怪しいけど。まこっちが多分 A 表記なんで、合ってて、エターナルがあれかな日本語版だとずれてるとかなのかな表記が。わかりませんが。まあ内容としては、あれですね。えっと、今、このタレント選ぶとえ40、40%のライフスチールと、常時5%のダメージ軽減。 を得ていました通常攻撃でね。えっ、ー、と、通常攻撃のライフスチールとライフリップと、えー、5%のダメージ軽限が入っていたのが、その5%のダメージ軽限がなくなりましたよっていう感じですね。で、あとアビリティの3口あり、えっ、ーえー、と、壁。5枚壁をね、アザンを発生させることができたんですけど、えっ、ー、と、あれが、イナラの壁と一緒でもう一回スキルボタンを押すと、 あのこすぐ壊せるようになりました。なので、今までだと、えっと、間違えて出しちゃって、自分閉じ込めたり、味方を閉じ込めたり、えっと、敵と味方の、敵と自分の間に出して、えっと、自分の攻撃当てらんなくなっちゃったりとか、えー、うわっ、ミスったって時があると思うんですけど、もう一回スキルボタンを押せばそれが壊せるようになりましたって感じですね。これめちゃくちゃ超強化って感じですね。嬉しい。で、えー、っと、これが、これなんだ入れ。入れ。<laughs> 入れ 書いてねえ。あー、あれか。常設のやつか。ゲージが、えっと、アザンは通常攻撃を敵に当てたり、敵にダメージを与えたり、えー、敵がダメージを受けると、ゲージが溜まっていて、そのゲージのパーセンテージによって、えー、自分を強化している感じなんですが、それがゲージマックスの時のダメージ軽減が20%、ダメージ軽減だったのが15%になるよって感じですね。はい。あと、あー、 なるほどね。なるほどね。なるほどなのかな。はい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 。えっと、ジャッジメントなので、通常攻撃の、えっと、最大距離、最大効果範囲が450ユニットから300ユニットに減ったよって感じですね。まあ、なんで、なんだこれ、3分の2になったのか。通常攻撃が届く距離が3分の2になりましたって感じですね。はい。あと、移動アビリティかな。 コンビクション、イドアビリティ。あの、空飛んだりとかできるやつ。あれが、えっと、僕気のせいかな気のせいじゃないかなとは思ってたんだけど、えっと、獅子向こうとデバフ向こうなんで、獅子向こうは、例えばミーブのウルト中にアザンが空飛んだりとか、まあこのコンビクションを使うと、もう曇りなく見えるようになるんですよ。とか。 えっと、まあ、なんで、段ーのウルトとか、指のウルトとか、多分切れたりとか、まあ、場合によってはしてたと思うんですが、えー、それがなくなりますと。あと、デバフイミニティなので、えー、っと、照射とかの、えー、毒もかなこれ。スカイの毒もなのかなえー、っと、まあ、その辺も無効化していたのが、えー、なくなりますって感じですね。なんで、CC が普通に入るようになって、えー、スタンとかもするし、照射とかも切れなくなるって感じですと。まあまあまあ、まあ、コンビクションめちゃめちゃ強かったんで、 ま、そのナーフって感じですね。はい。あと、カード関係の調整ですと。うーんと、ちょっと英語読めんなーああ、はい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 。えっと、アザンのゲージを使って、えっと、スキルを使用すると、回復するよっていうカードなんですけど、それが、えっと、85から75に10減らされてますね。まあ、結構、でかいのかな、これは。5個積むと、ま、50変わりますからね。はい。 それと、これを見るか。あ、違う。ごめんなさい、ごめんなさい。えっと、上が、えっと、なんだ。ゲージがマックスの状態でスキルを使うとかな、これ。ヒールできた、できるよっていうカードのナーフと、えっと、さっき言った、えー、ゲージをどれだけスキルで消費しましたか。 っていうので、えー、そのパーセンテージに応じてもらえてた回復のカードが、えー、ナーフ来てますね、それぞれ。はい。あと、バリクのフォージファイヤー、えっ、ー、と、タレットしか出てこないっていうウルトですね。35%ごとにウルト出せてたと思うんですが、それがナーフ、えっ、ー、と、ナーフが来て、えー、40%に増えましたと。まあ、もともとそんなになんか、なんだかんだ使ってる人少なかったと思うんで、あんまり影響ないかなと思うんですが、なぜかナーフ来てますね。はい。で、えっ、ー、と、あと、バックの、 カードの強化かなこれは。えっ、ー、と、リカバリー中の移動速度アップのカードが、えー、10%から12%にまで移動より早く移動できるようになったって感じですね。あの、回復中。ニンにして回復してる時の移動速度アップです。が、バフ来てますと。あとは、はい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 。あ、切るまたはエリミネーション。えー、キルるまたはエリミネーションまあ、切るまたはアシストで、 アシストの後5秒間、えー、移動速度が5%上がってたよ、上がっるよっていうカードがあったんですが、それが7%に変更されたと。まあ、マックス3 5になったってか、25%から35%になったって感じですね。はい。で、あとは、リロードスピードが5%増えるよっていうカードがあったらしいんですが、それが7%に変わっているよと。まあ、これもバフが来てます。バックがバフですね。なんで、素直に。が来てますと。はい、次。 えっと、これ辺もイービーバフかな次イービーですね。えー、この辺もカードバフですと全部。バフかどうかもわかんないけど、まだ見ないと。ソワの、距離かなこれ。あ、ソワの長さか。えっ、ー、と、杖を、杖にのまったがってこうビューンと移動する空となりできるスキルがあったと思うんですが、あのスキルの、えー、効果時間を伸ばせました、カードで。それが0.5秒伸ばせたのが0.55秒に増えましたという感じですね。なんで5つみで0.2秒増えるよって感じですか、追加で。 っていう感じですと。で、次。えー、っと、ブリンク。なので、ワープですね。ワープスキル。あの、ファンって言いながらワープするやつ。あれを使った後の2秒間、移動速度が8%上がりよっていうカードが、え10%にバフがきます。なんで、マックス40%から50%につ、あの、バフって感じですね。はい。あとは、えー、さっきのソワーなので、杖ですね。飛翔か。スキルメで言うと。飛翔を使った、使ってる時の、あの、なんで移動速度。 空を飛ぶ速度ですね。なので。が、えー、5%上げるよっていうカードが7%に、えー、バフされてますと。はい、次。えー、っと、なんだこれ。はい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 。ブリンクを使った後、ワープを使った後、えー、4秒間、リロードのスピードが8%上がるよっていうカードがあったんですが、それが10%。5つ目当てり10%に変わってますと。なんで、マックス40%から50%という感じになってるのかな。5積みだと。で、次が、 えっと、キルした後の5秒間移動速度が8%上がるよっていうカードがあるんですが、それが8%から10%に上がってますって感じですね。はい。なんとこかな。次、フェルナンド。ししちょっとシリクン黙っててもらって。えっ、ー、と、次、フェルナンド。イージスタレントのナーフが来てますと。あ、ここちょっと僕日本語にしたいとわかりづらい。 はい、はい、はい、はい。えっと、フェルナンドのシールドは、えっと、シールドひらひっぱでもシールドの値って回復していくんですけど、ゲージね、回復していくんですけども、えっと、ダメージを受けてるときと、えー、まあ敵にダメージ与えられてないときではゲージの回復量が違うらしいです。で、えっと、ってか、受けてるときはダメージ、えっと、回復しな、あの、あれか、リチャージされないのかな、そもそも。で、えっと、シールドにダメージを受けた後に、 えー、あ、回復するのか。最高速度で、えー、シールドのゲージが回復するまでの時間が1.2秒から1.35秒に増えていると。まあ、これナーフという感じですね。あと、シールドを張ってる間の,そのゲージの回復率と、シールドを閉じてる間のゲージの回復率も違うがあって、閉じてる時の方が回復量早いんです。回復率早いんですが、えー、っと、これはシールドを開きっぱなしの時の えー、シールド回復の割合が減りました0.275%から0.225%にまぁ、あ、0.05%減ったって感じですねはいあとは、えー、シールドが壊れた後にもう一回シールドを使うためにつときにえっとシールドのゲージが今までは2割ないとシールド出せなかったんですがそれが2割5分ないと25%ないと出せないように変わりました あと、単純にフェルナンドのイージスの時のシールドの耐久値が、耐久値 ?HP が5500から5200に減ってますね。はい。まあ、全体的に全てナーフって感じでしょうか。はい。次、フリアですと。フリアはタレント、チェリッシュなので、慈愛タレントの、えー、強化が来てます。で、えっ、ー、と、何が変わったかっていうと、基本的には変わっていないんですが、ヒール量が変わってますね。な、なんだっけ。 はいはいはい。味方の失われている体力、減らされている体力の、えー、今まで15%を、えー、追加で回復していたのが20%追加になっていると。なんで、えっ、ー、と、今までよりもより回復しやすくなったって感じですね。個人的には結構試合好きなので、えー、嬉しいなって、嬉しい強化だなって思いますね。はい。次。えグロック君のタレントの強化が来てますと。えー、トーテミックワード、ちょっと名前忘れちゃいましたが、えっ、ー、と、トーテムも3つ置ける タレントがあったかなと思います。当店のヒー,ル量がヒール量が増えて3つ置けるよっていうタレントがあると思うんですが、あ、ここで、あ、英語だから見えるのか。えっ、ー、と、そのヒールのタレント、えー、トーテムのヒールボーナスが付いていたんですが、そのボーナス量が増えます。えー、ボーナスヒール10%から15%に増えるよっていう感じですね。はい。まあ、この辺はちょっとあんまり、あんまり見ないので、そもそもグロークもいいでしょう。で、次。 えー、僕はでかいですね。イナラの強化が来てます。サイズミッククラッシュ、ウルトの強化ですね。えっと、イナラって、ウルトを使うと、y o と are not w e l って言いながら、杖をバーンって投げて、敵を、敵にダメージ与えるのとスタンを与えるんですが、その、まあ、喋って投げるまでの時間が1.5秒から1.4秒に減りました。まあ、あれ1.1秒なので、まあまあまあ、些細な違いかもしれませんが、まあまあまあ、強化なので嬉しいですって感じですね。あと、えっと、監視の領域ですね。ストーンスピア。 ストーンスピア待って待って、これ通常攻撃じゃないあ、通常攻撃だ通常攻撃の、えっと、有効範囲が75%からあー、75ユニットから85ユニットに増えてます。やったね。はい。ということで、まあ、通常攻撃の強化ですね。より遠くの敵にもちゃんとダメージ与えれるようになったよって感じでしょうか。はい。で、次、ゼノスのヒール系のバフが来てます。え、タレントルミナリの、えー、っと、 これはシールド、えっ、ー、と、HP 回復が250回復していたのが285と。なんかマーク、すでにマークがついてる味方に、えっ、ー、と、マークつけると、マークをつけるとか、ちょっとこの辺あやふやですが、えーまあ、マークをつけると280、285ヒール追加で回復するよって感じですね。はい。あと、えっ、ー、と、ジェノスのアストラルマーク、なんでマークをつけるスキルですね。スキル自体にもそもそもバフが来ていて、 えっと、ゼロスのマークって味方にマークをつけると、その味方が、えっ、ー、と、10秒、えっ、ー、と、まずつけたタイミングで300ヒール、その後に10秒かけて、毎秒180ヒール。なので、えー、300プラス1800ヒールなので、2100ヒール、合計で味方につけれていたんですが、最大ね、呪釈な、考えずにいると。はい、2100ヒール与えられていたんですが、えっ、ー、と、それが、えー、毎秒180ヒールが200ヒールに、毎秒200ヒールに増えます。 なので合計2300ヒールになるのかなプラス200ヒール分アップするって感じですね。はい。お次、カン君。ボルテックスグリップ。これも、司令官のわ掴み、あれスキル名か。なんて名前だったかなえっと、司令官のわ掴みスキルを敵に当てると、そいつがスタンするよっていうタレントですね。そのスタン時間が1.2秒から1.4秒に増えます。ちょっと増えたよって感じですね。はい。そんな感じです。 次、リアンのナーフが来ています。アラクリティ、敏速というタレントのナーフが来てますと。これ、今までは、えっと、貧速というタレントを選ぶだけで、グレース、えっと、スタンという移動アビリティですね。移動プラス、えっと、オートエイムで敵にダメージを与えるよっていうスキルがあるんですが、えっと、そのスキルのクールダウンが、この敏速というタレントを選ぶと1秒減ってました。それが、えっと、1秒増えるようになりました。 なんで、今までは、貧速タレント選ぶとグレースを5秒に1回打てたんですが、えー、次のパッチからは7秒に1回打つ、打てるよ、みたいな感じになります。まあ、これはナーフですね。はい。はい、次、マコア。えー、マコアは、まあ、バフです。もうすべてバフです。通常攻撃のキャノンの、えー、ダメージが550から575に上がります。 なんで、今まで550、シェルスピン、あ、違う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 ,違う,違う。えっ、ー、と、なんだ。キャノン、フック、キャノンみたいな、バーストダメージの出し方があったんですが、それが、えっ、ー、と、50プラスされるのかなダメージ量が。っていう感じになりますね、まあ。より、よりダメージ与えれるようになりましたって感じですと。はい。あと、カード系のバフが来てますと。えっ、ー、と、これが、えー、自分の、 体力が50%以下の時に味方から受けるヒール量が5%増えるよっていうカードがあるんですが、5つ目あたりね。それが6%に増えますと。なんでマックス25%から30%に増えてよって感じですね。はい。あと、えー、シェルシールド。マコワのシールドが展開されている間、毎秒50ヒール、自己ヒールね。自分を50ヒールするよっていうカードがあったんですが、それが55に増えてますと。なんで250から275。 コツみでに増えてますと。まあ、これハーフシルマカードとかでよく見たカードだね。あとは、ドレッジアンカーを使っ、んちょっと待ってね。ああ、はいはい。ドレッジアンカーを敵に当てた後、当てると100ヒールしたよっていうカードがあったらしいんですが、それが110ヒールに変わってます。なんでマックス500から550に増えてますって感じですね。はい。以上です。えー、っと。 これ見なくてもわかるな。えー、次、ピップの強化です。えー、衛星兵のタレントの強化が来てますと。えー、まあ、端的に言うと、今までの効果に加えて、ポーションランチャーの、あら、わかんねえや、レートだよね。だよね。発射速度が10%増加しますってことですね。発射速度、レートだから、あれかなより、えっと、より多くの弾を撃てるようになって感じかな。今までよりも、今まで、 ちょっと何発撃ってたか知らないけど <laughs> 知らないけど10秒かけて10発撃ってたキャラが10秒かけて11発撃てるようになったみたいな感じですね1割多く撃てるようになったって感じですより早く撃てるって感じでしょうかねはい、まあ、なんでもうしあのいっぱい味方にこう自分の攻撃当ててヒールしてた子はよりヒールが出るようになるって感じでしょうかねはいそんな感じです で、えっ、ー、と、ティの強化が来てます。次。アビリティの強化ですね。なんでタレント関係ない。で、これが、リコシェットは、えっ、ー、と、コインですね。コインの強化が来てますと。とこれも日本語にするか。なんか二行目よくわかんねえや。えっ、ー、と、コインのショート3期が20%。これはどういう意味なのかなコイン自体の当たり判定が増えてよなのか。 あ、でもそうっぽい、多分コイン自体の当たり判定が増えてるかな。今まで多分結構いろんな人がコインに弾当てられへんっていうのよくあったと思うんで、まあ、それが、それの改善のために増やしたのかもしれませんね。あと、えっと、コインに弾を当てると、その弾を反射してて金ダメージを与えるよっていうシステムなんですけど、えっと、コインに弾を当てた時に最初の、最初に弾を当てると、えー、っと、そのコインに最も近い敵にダメージが飛んで、 その後は、弾は、その後の弾は、えっ、ー、と、コインが敵に当たる範囲内の中で一番ヘルスが低い敵に、えー、弾が飛ぶよって感じになるんだ。なんで、ローアーヘルスなんでこれ割合じゃないと思うので、まあ、体力的なね、残り、なんだ、まあいいや、まあ、体力、ただただ HP が低い敵に弾が飛ぶよって感じです。はい。あと、えー、ウルトのウォールンですね。こちらの、 えっと、弾のサイズが増えました。やったね。って感じです。はい。さて、強い。次。え、スカイ強化来てます。えっ、ー、と、通常の最大 HP が2000から2100に増えているのと、移動速度が380から390に増えてます。なんで、より体力が高くなって、より早く動けるようになったと。すごいシンプルな調整ですね。になってます。はい、次。え、タラスの内なる力のタレントの、えー、ナーフが来てます。えー、これは、えっ、ー、とー、 タラスのルンのトラベルだっけルンのトラベルっていうあのワープのスキルがあると思うんですが、えー、あれを使って、あれを使ってじゃないな、使って帰ってきた時に、えー、オーバーチャージと、なんだっけ、電撃アッパーか。電撃アッパーのクールダウンが今までリセットされてました。なんで、えー、っと、ワープポイント貼って、テこテこ歩いてって、オーバーチャージと電撃アッパー使って敵殴って、帰ってきて、またすぐオーバーチャージと、 電気キャッパー使って殴るみたいなことができてたんですが、それが、えー、多分できなくなったのかな。えー、まあ、帰ってきたタイミングで、えー、6秒間、クールダウンを短縮するよっていう効果に変わります。はい、ナーフですね、これは。えー、次、えー、トルバ君の強化が来てますと。えー、トルバのウルトの強化ですね、これは。ハイパービーム、ウルト、あの、ビョンビョンビョンと飛ばすやつ。今の状態だと、死死無効ではなかったです。 えっと、なので、ウルト使ってるときに、スタン当てられとか、当てられたりとか、えっと、ダンバのウルト恐怖状態になるやつとか、当てられると、ウルト中断させられてました、無理やり。ビクターのウルトと一緒ね、中断させられてたんですが、えー、次のパッチからは、えー、CC 向こうがつくので、えー、スタンとか、ダンバのウルトが飛んでこようが、おじいちゃんは、ビョン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 ってできるようになるっていう感じですね。飛ばせるようになるって感じです。はい。あと、通常攻撃もバフが来てます。ダメージが、一、えー、発当たり190ダメージだったのは200に増えてます。 あと、これは何だああ、なるほどね。えっと、無効化かなスキル名。ちょっと覚えてませんが、えっと、敵がスキルを使えなくなるよっていう、あの、ビームをね、敵に紐づけるビームを出すよみたいなスキルがあったと思うんですが、あれ使ってるときに、なんか移動速度の低下が、40%低下があったらしいんですが、それが30%に、えー、なるよと。なので、まあ、より、なんだろう、遅くならない。 なので、まあ、これもバフって感じですね、はい。あと、カードのバフも来てますよと、えー。リチャージなので、自分のシールドを回復するっていうスキルがあると思うんですが、それを使っている間の移動速度アップが、えー、使っている間だけじゃなくて、えー、使っている間と多分これ使用後の3秒間も移動速度がアップするよっていう仕様に変わりますって感じですね。 ま、これは別に上がる、移動速度のアップ量は変わらないんだけど、えー、その時間が変わるって感じかな。なんで、リチャージつけて、すぐ取りやめて3秒間動けるとか、もうで、動くような動きもできるってことだよね。はい、そんな感じです。で、タイラに関しては、えー、特に修正ではなく、あのー、なんだ、仕様変更ではなくて、えっと、テキストタイラのタレントの、タレントじゃない、火炎瓶の、 テキストの説明を、ちゃんとしたのに直すね、みたいな感じですね。はい。別に許可も、ナーフも来てません。で、次、ボラちゃんが、えー、ナーフ来ます。えー、っと、ボラちゃんのウルトのナーフですね、一つ目が。ボラってウルトの時に、なんか喋りながら、喋ってから動き出すと思うんですけど、喋ってる間ダメージ完全無効がついてました。それがなくなります。僕ちょっと正直これあんまりうまく使いこなせなかったね。あんま影響ないかなと思ってますが。まあ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 。 実はそういう効果があったんですよって感じですね。はい。あと、通常攻撃の、えっと、なんだ、サイズがちっちゃくなります。なんでより敵に当てづらくなるのかな。横の、多分横のサイズだと思うんで。え、あと、まあ、一回り、一割分ちっちゃくなるよっていう感じですね。そのところかな。あとは、えー、っと、これなんだっけちょっとごめんなさい。あの、日本名がわからないんですが、うん、ダメだな。えっと、 なんだっけこれ抹殺だそう、抹殺のスキルを使うと敵に沈黙を、1.5秒間の沈黙を与えるよっていうタレントがあったと思うんですが、えー、その沈黙の秒数が1.5秒から1.65秒に増えるよって感じですね。これはバフって感じです。ちょっとあんま僕はこれ使ってなかったんでわかんないけど。はい。バフです。で、えー、最後、ヤゴラスのナーフが来ております。喉のナーフかというと、えー、なんだ ヤグラスが、えー、っと、直成モード。なんで、コロコロ移動してるモードじゃなくて、こう、立った状態座った状態っていうのか、あれは。まあ、移動できない状態になった時に、えー、35%のダメージ軽減が今までついてました。それが35%から30%に、えー、ダメージ軽減率が減っちゃってます。なんで、より削られやすくなってますって感じですね。はい。あとは、ちょっとこの辺わかんねえな。ムサボリク、ウルトか。ウルトのナーフが来てますと。 えっと、ムサボリク、まあウル、ラ、えー、ヤコラスのウルトは、まず、ウルトを使うと、その敵を、引き寄せて、ムシャムシャムシャって食べる。で、まあ敵を、キルする。みたいな、流れで、えー、流れなんですが、まず最初に多分、敵を引き始めるまでの時間が、えー、0.5秒から1秒に増えます。なんで、より、敵が、 敵をんだろう食べるまでの時間が0.5秒伸びたって感じですね。単純に。あと、えっ、ー、と、引っ張る速度。敵をこう、自分のところまで持ってくる速度が5%減っているので、より遠くにいればいるほど、その引っ張る時間が長くなるので、ヤゴラスが倒されやすくなるって感じですね。そのウルトの体力を削られやすくなるって感じです。あとは、えっ、ー、と、ヤゴラスってウルトを使うと、えー、ウルトを使ったタイミングそのウルトを使ってる間だけ、えー 体力は3,500になります。別に、ヤゴラスの体力が1の状態でウルトを使っても3,500になるし、4,000とかの状態で、まあ、6,000の状態でウルトを使っても3,500になるんですが、その3,500っていう体力が3,300に減りますね。なんで、ま、よりヤゴラスが柔らかくなるのかな全体的に柔らかくなるって感じですね。そのところかなはい。ということで、えー、調整としては以上じゃないかなと思います。 ということで。えっ、ー、と、あと、見てないのは、レルモントライアルの詳細ぐらいか。まあ、ちょっとこの辺は手間なので、パッパッパッとお見せする感じにしましょうか。こんな感じのがあるよーっていうので、まあ、適宜、あのー、なんだ、止めて見ていただければいいかなと思います。あ、てか、セブンって書いてあるな。これ、7、VII って書いて、ローマ数字のセブンですね。はい、セブン来ます。結構漏れてるな、そういう意味で言うと、情報が。この中に入っちゃってるね。 多分、ハイリーズ的には秘密にしたいんだろうけど、出てる。新チャンピオンの、ただ今、新チャンピオンは触れない状態なので、えー、こんなチャンピオンですよっていう紹介はできません。申し訳ないですけど。まあでも、これはもうできないので、仕方ないと割り切っていただければいいんじゃないかなと思います。次アビスか。グローバーだったり、これもセブンの、あれだね、ミッションもあったりするね。うんうん。 クロスウィンドドフォールドこれ、ウィローですね。バック。まあ、主に調整が入ったチャンピオンが出るのかなマッコアとか。調整が入ったチャンピオンが多そうですね。とか、ウィローだとあのスキンが来てるもんね。レイとか。これもスキンだよね、レイも。グロークも調整来てたよね。ちょっとアンドロは知らんけど。って感じかなわたぞ、っち。アイコツンドラ。 これはドラゴズ。ドラゴズは調整とかも何も来てなかった記憶だけど。サーティは強化来てたね。アイオは、スキンだね。サルナコースト。これ最後だね。バリクはウルトの、フォージファイヤーのナーフが来てたね。イナラは、えっと、メインの強化とウルトの強化が来てましたね。ウンちゃんは、スキンが来たのか。シーズンパス2022のスキンが来てますね。っていう感じかな。はい。 ということで、ちょっと今回、あのー、なんだ、パッチノートを見ながらになりましたが、結構どうですかねこっちの方がわかりやすいですかなんか僕的にはこっちの方がやりやすいなっていう。結構事前準備もあんまりいらなくて楽なので、こっちの形式でできればこれからやっていこうかな、やっていきたいなと思ってます。で、皆さんも、まあ、実際に、あ、どう、こういう風にパッチノート見ながら把握してるんだっていうのがわかりやすくてよかったんじゃないかなと思います。はい。っていう感じかな。 で、一応概要欄にパッチノートのリンクとか貼っておくので、パスワードも一応書いておこうかな。書いておくので、えー、まあそれぞれご興味ある人、まあテキストで別に動画だとちょっと長くて見づらいっていう人は、えー、まあ概要欄のリンクから飛んでいただいてもいいし、普通にパイ入れずのね、えっ、ー、とニュースから見れるので、そちらから見ていただければいいんじゃないかなと思います。で、セブンの情報はもう今チャンピオン触れないので、ちょっとそこばっかりはどうしようもないので、もし追加されたらそのタイミングで見て動画化できたらいいかなと思います。 はい、ちょっと時間的にできなさそうだったら、まあ、諦めましょうって感じですね。はい、ということで、えー、今回はシーズン5、えー、なんだ、Do Not Post の、えー、なんだ、PTS、またパッチノートの紹介でした。はいまあ、一番大きな変更は照射の変更でしたね。ということで、えー、今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。